学生街にあるソウルで一番古い喫茶店。地下鉄4号線ヘファ駅。昔この辺りにソウル大学のキャンパスがあったことから大学路という名がついている通り。今も大学や数多くの劇場、ギャラリーが集まるアートの発信地だ。その通りに面した喫茶店、学林茶房。創業は1956年。65年の歴史を持ち、ソウルに現存する一番古い喫茶店だ。2000枚以上の LP レコードと飴色に光る古いクラシックピアノ。店内にはいつもクラシックが流れ、昔は学生運動家たち、文学家たちが集まっていた。今も音楽やコーヒーを愛する人々から長く親しまれている。クリームチーズケーキとアイスカフェラテ。こだわりの豆を自家焙煎している自慢のコーヒー。小さな頃家にあったプラスチックのプリン型みたいな懐かしい犬の絵のチーズケーキ。ムースのように軽めでオレンジジャムの酸味が効いて美味しい。コーヒーもケーキも懐かしさと美味しさがちゃんと同居しているのがいい。創業者は日本まで行ってコーヒーを学んできたそう。日本で生きてきた私も懐かしさを感じてとても落ち着くのは、昔の日本の純喫茶の雰囲気があるからかもしれない。65年間、激動の韓国とともに続いてきたお店。たくさんの学生、恋人たち、芸術家たちの人生が行き交った場所だ。ただいま、2021年。